福間書店から発売されている住み方改革を紐解いていきます。若い人たちは会社や上司に対する不満よりも不安の方が強く、それが若い人たちを早期退職に駆り立てているわけです。今時の若者がすぐに会社を辞めると嘆くあなたに、どうもこんにちは。東洋経済オンライン YouTube チャンネルリポーター、東洋経済オンライン編集部長の竹政秀明です。今日は若者が次々辞める会社を休ませ方を知らないというテーマでお送りします。リーマントラベラーで休み方研究家の東松博さんの著書で、徳間書店から発売されている休み方改革を紐解いていきます。現在大学を卒業して入社3年以内に会社を辞める人の割合はだいたい3割強です。20年前も2割強でしたので、若者が早く辞めるというのは古今東西の話なんですが、少し比率は上がっているので、最近の若者はすぐ会社を辞めるなぁという印象を持っている上の世代の人は少なくないんじゃないかと思います。こうした状況について、東松さんは変わってしまったのは若者たちではなく社会だと指摘されています。昔のサラリーマンは終身雇用で、会社から安定した人生を保障され、猛烈に働くということが美徳でしたし、働ければ働くほど成果が出た時代もありました。しかし今は経済団体の代表が終身雇用の限界を公言するほどです。転職に対する抵抗感も低くなっています。インターネットの発達をはじめとして、新しいテクノロジーによって新しい仕事がどんどん生まれ、働き方も著しく多様化しています。 YouTuber なんていう職業を生まれることを20年前には誰も予想していなかったはずです。今の若者たちはサラリーマンになって一生同じ会社に勤め上げることだけが良しとされていた過去の時代と比べると選択肢がたくさんあります。同時に今の若者たちには危機感も募っています。 AI が進歩するとこれから従来型の仕事はどんどん機械に奪われていきますし、今自分のやっている仕事が将来にわたって同じ形で残っている保証は何もありません。それに幸運にも定年まで会社で勤め上げられたとしても寿命は大きく伸びていますし、会社に守られないフリーランスともいえる立場で2、30年以上生きていかなければならないわけです。今の若者はそんなことにも気がついています。そんなにも長い時間を自分の力で生き抜くためには、今のうちにスキルや資格も身につけておきたいし、将来 AI にとって代わられであろう仕事に30代の全てを捧げている場合ではない。若い人たちは会社や上司に対する不満よりも不安の方が強く、それが若い人たちを早期退職に駆り立てているわけです。そうは言っても何も学ぶことや得られるものがないまま、せっかく入った会社をすぐに辞めることは本人にとっても会社にとってもいいことだとは思いません。そんな離職を考える若者を前向きに思いとどまらせて、かつその本人もハッピーにするために休み方改革が必要だと東松さんは提言しています。最近の若者の根底にある将来の不安がどこから生まれてくるかといったら、会社のことしかできない今の生活にあります。会社のために自分の時間の全てを捧げていることが不安を増幅させているのです。なのでまずは積極的に休ませてあげる、それも会社のためではなく自分のための時間を彼らの中に作ってあげるということが必要です。そうすると若者は仕事以外のことを学ぶ時間に充てられます。そうやって会社の外でインプットを得ることによって、若者たちの将来の不安は軽減し、よりリフレッシュができて仕事にもこれまで以上に精が出ます。そして外で得たインプットを仕事に活かせば仕事にも還元される場合も出てくるはずです。さらに自分のために休むことができるようになるということは、仕事とはまた違う非日常を過ごせるようになるということでもあるわけです。その非日常で感じたことを材料にして自分と向き合うことで、今の時代に必要な自分らしさを見つけることもできます。その自分らしさこそ AI に仕事が取って代わられる時代に必要な能力です。それは本人にとっても必要な能力ですし、同様に会社にとってもこれからの時代に必要な武器の開発ということでもあると思います。その上、休み方改革はあくまで休日でできることですから、本人にとっても会社にとっても一番のメリットは会社を辞めずにできるという点があるわけです。幸いなことに労働基準法も改正されて、臨時有給休暇の取得は義務化されています。
休みを取りやすい職場が少しずつ増えてきています。若い人たちに言いたいのは、どうか遠慮なく自分のために権利である有給を積極的に取ってほしいということです。そして私のような世代前後以上の上司になる人たちは、休みたいと言ってくる若者に対し、俺たちが若い時は有給なんて取らなかったけどなみたいな話ではなくて、会社辞めますって言われないだけいいと考え方を変えないといけないのではないでしょうか。ということで、今日は若者が次々辞める会社は休ませ方を知らないというテーマでお送りいたしました。ぜひコメントといいねボタンをお願いします。スタッフも全部目を通しております。チャンネル登録もよろしくお願いします。そしてもっと詳しい内容をお知りになられたい方は、徳間書店から発売されている休み方改革をぜひチェックしてみてください。